デッドエンドを迎えるのは主人公だけではない。ヒロインだって容赦なくエンドする。まさに公平な物語ですね。というわけで、あえなく2度目の解体エンドを迎えたヒロインにコメントをいただきましょう。はい、アルカイドさんどうぞ。そしてジルートのヒロイン降板おめでとうございます。品のない家庭教師ですね。それでも原理結界の保持者の自覚はあるのですか。あのどちら様でしょう。あの猫っぽい生き物はどこに。アルクエイドの代理なんですよね、あれ。失望しました。呪いだけじゃなく知性も低いのですね。あの生物は彼女の分身でもなければ使いまでもありません。ただの揺らぎ、都市伝説として誤認され一人歩きをしだしたジャーコンに過ぎない。彼女の末路に意見を求めるのならあの生物より適任がいるでしょう。言うまでもなく私のことですが、何しろ他人ではありませんので。まさかさっきまでいた猫のような生き物はこのコーナーにおけるアルクエイドではなく。はい、このコーナーにおけるアルクエイド・ブリュンスタットは私です。あなたのような未来のイメージでの出演には多大なコストがかかるので、このようにコストを最小限に抑えた過去のイメージにしています。そうですね、エコなアルクエイドですから、エコアルクとでも呼んでいただければ。エコアルク。ではあの猫型生物はもう現れないんですか。やったー。そこはがっかりしてください。基本的に私はめったに出てきません。この後もこの先も未来永劫シエル先生の相手はあの生物です。はあ、そうですか。地獄のような未来宣告ありがとうございます。でもそれならどうして今回はエコアルクさんなのでしょう。やっぱりトーナ君への人出なしっぷりに抗議の一つでも。そうですね、私でさえ目を覆うほどの結末だったので、つい欲望に負けたばかりか、壊れた後の自分の始末もできないなんて。こうして出てきた今も軽蔑を抑えきれません。怒り心頭、いいえ、怒りを通り越して哀れです。なのでシエル先生、お願いがあります。はい、何でしょう。改まって、もしあれと戦うことになったのならどうぞ容赦のない鉄槌を。一度徹底的に痛い目に遭わなければ淑女にはなれないようですから。言われなくてもアルクエイド相手に手加減なんかしませんけど。あれ、もしかしてエコアルクさんが怒っている相手というのは。それでは私はこれで、これからも彼をよろしくお願いします。あなたも頼りない家庭教師ですが、棚くらいには信用していますから。どういうこと。
遅刻遅刻。猫、光の速度でただいま参上。そう、光の速度なので寝坊した自分を追い越し、遅刻という事実は打ち消されたので言い訳はしない。あっす、おはようシエル君。今朝もサブヒロインっぽくて結構結構。ところで今ここに私が来なかった？にゃんかそんな気がするんだよね。具体的に言うと、すっごい美少女な私。その条件に該当する方は来ていませんね。そ、れ、よ、り。遅刻の罰は何がいいですか？崖、また先、引き車、アイアンメイデン、各種取り揃えていますのでリクエストをどうぞ。あ、やっぱり本編のアルクエイド同様、切り刻まれたのブレイドがお好みですか？聞いたことのない単語を持ち出すのはやめろ。デッドエンドはメガネ君だけにして。ついに本性を現したか。いえいえ、私も本意ではないんですけど、ちょっと頼まれてしまったので。次期物語もクライマックスのようですし、ここで主役交代しておこうかなと。やめろ、改造ベジでもここまでしねえ。癖になったらどうする気にゃんですか。